こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近買って良かったものベスト5というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいと思っています。僕はですね、まあ、職業柄、日々いろんなものを買うわけですね。まあ、YouTube だとか、あとはメンバーシップだとか、オンラインサロンだとか、いろんなメディアを運営していますので、 その中で実際に買ってそれを皆さんにですね、良いものをどんどんお伝えしていきたいというのがあるので、まあ本当にいろんなものを買うわけですよ。そして趣味としても僕は服が好きなので、そこでも買うので、いろんなものが毎月増えていくわけなんですが、その中でもやっぱりですね、成功もすれば失敗したなと思う時もあるわけですね。 まあそんな中から今回は厳選して、これは良かったな、皆さんと一緒にシェアしたいなというものをですね、5つに厳選してお届けしてみたいなというふうに思っています。どのアイテムに関しても現行でまだ買えるものが多いかなと思うので、ぜひ気になる方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。まさに今の梅雨時期から、あとはですね、真夏、秋口ぐらいまで使えるものばかりなので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからは実際に買ったもの、皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まず一つ目、何から行こうかなと思うんですが、夏といったらこれですね、サンダルを購入しました。はい、ちょっと皆さんにも見ていただきたいなと思うんですが、 こういったサンダルですね。両足でお見せしますね。はい、こちらはですね、ビルケンシュトックというですね、もう本当にこう老舗のサンダルブランドのアイテムなんですね。もうビルケンシュトックって僕はもう付き合い長くて、一番最初に買ったのは高校2年生の頃ですかね。まだあの頃はそこまでビルケンシュトックって有名ではなかったかなと思いますし、周りに履いてる人間も多くはなかったんですが、 何やらビルケンシュトックというのがおしゃれな人を履いてるらしいぞという噂を聞きまして僕も買ったんですよね。それからもう何足買いましたかね。結構。 いろんなシリーズを買ってきましたが、久々にビルケンシュトックのですね、サンダルを新調しました。というのも今年結構ビルケンシュトックのサンダルトレンドで、いろんなお店で取り扱いがありますね。まあ、いわゆるこう、レザー系のサンダルみたいなものが多くなってきている中で、まあ、ビルケンシュトックの存在感が結構際立っているのが今季かなと思います。しかもですね、このビルケンシュトックのサンダル、結構様々なセレクトショップで別注をやっているんですね。 ユナイテッドアローズでもやっていますし、他にも様々なセレクトショップでやってるんですが、今回僕が購入したのはこちら、エディフィス別注のチューリッヒというですね、モデルの別注バージョンになりますね。チューリッヒも僕は以前買ったことがあって、以前はですね、スウェードのベージュを履いていたんですが、結構サンダルとしては独特の形状をしていますよね。 こうですね、しっかりと覆ってくれるようなレザー使いになっていまして、そこにこういったベルトがついてるんですね。二つ金具がついていまして、ここの部分もですね、ちょっと味わいのあるような金具が使われている。まあ、ブラウン色ですね。で、色はですね、こういったブラックのスエードになってまして、ここがですね、大人っぽくて上品でいいなと思いましたね。 なんかベージュもすごく良かったんですが、まあそれよりもサンダルの持つカジュアルさをブラックで引き締めている、このブラックがね、なかなか素敵だなと思って今回購入しました。まあ予約で、 購入したのかなそれがようやく届いたという形なんですが、実物を見てもすごく良かったですね。で、どこが別注ポイントなのかというと、まずはカラーですね。こういったブラックのスエドっていうのは基本的にあんまり見かけないので、このあたりがですね、今の気分を取り入れたブラックカラーということで、まあ非常にバランスがいいなと思います。あと結構ですね、個人的に嬉しいのは、このですね、足との接地面のカラーなんですね。 これって結構ビルケンシュトックのサンダルっていわゆるこうベージュっぽいこのコルクの色みたいなものがこの設置面に使われていることが多いんですがそれがですね結構癖物で長く使ってると足も汗をかくじゃないですかその汗が染み込んでちょっとこう足型がですね親指人差し指中指みたいな感じでくっきりつくんですよそれが個人的には ちょっとこう、使い込んで味わいがあっていいと捉える方もいらっしゃるかもしれないですが、ちょっとね、こう、くたびれた感じというか、場合によってはこう、清潔感みたいなところ損なわれるのかなというところで、ちょっと懸念点としては感じているんですね。 ですので、僕が最近よく履いてるのは、ビルケンシュトックのアリゾナというモデルのですね、EVA という素材のものなんですね。オールブラックで、あれもですね、接地面がブラックなので、目立たないんですよ、足型が。あれはあれでかっこいいんですが、あくまでワンマイル用として、かなり素材的にもカジュアルなので、 もうちょっと綺麗めなサンダルが欲しいなということで、今回こちらの通常版のビルケンシュトックで、なおかつ別注版ということで、ブラックのですね、設置面になっているもの、こちらを購入しました。なかなかシャープで仕上がりがいいかなと思うので、これだったら短パンを履いてでも、 ちょっとこう、お出かけでも履けるかなというような、そういった綺麗めのサンダルとして、かなりですね、バランスがいいんじゃないのかなと思います。そして何よりですね、僕は別注という言葉が好きなんですよ。人と被らないとか、その時にしか買えないという特別感も、やっぱりファッションを楽しむ上では非常に大切な項目だと思っているので、この一足はですね、個人的には非常に気に入っています。 これからの撮影でもガンガン履いていきたいなと思ってますので、目にする機会もきっと増えるかなと思います。まだですね、在庫は残っているので、今の時点ではですね、買えるかなと思うんですが、やはりですね、どこで火がつくかわからないので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも早めにですね、チェックをしていただきたいなと思います。まあ、結構今年はですね、様々なセレクトショップとのコラボレーションやっているので、まあ、比較検討しながらしっくりと来たものを選んでもらうといいかなと思うんですが、個人的にはこの エディフィスのブラックスウェードのチューリヒ、これがめちゃくちゃ良かったので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで続いて2つ目のアイテムを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、もう1つサンダル買ったんですね。 サンダルだけで何足買うんだよという形で感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、意外とサンダル最近買っていなかったので、えー、ちょっと今年新しくですね、まあこれはちょっと買ってみたいなというものがあったので、購入したものが、ウーフォスというブランドのリカバディサンダルというものなんですね。ちょっと見ていただきたいなと思うんですが、これ。 面白いですよね。まあ去年ぐらいからじわりじわりと人気が出てきて、今年はですね、様々なセレクトショップでも取り扱いがあって、話題沸騰しているのが、このウーフォスというブランドのリカバディサンダルなんですが、まあ、先ほども触れましたが、ミルケンシュトックにも EVA の素材のですね、サンダルがあるんですが、こちらも同じく EVA の素材を使っているんですね。ですので、表面の感じはちょっとマットな雰囲気になっているんですが、とにかくですね、この接地面の もちもちさ加減というのがですね、独特で、まあタイトルにはあるように、リカバディサンダルということで、履いてるだけで結構衝撃を吸収してくれますし、足の疲労をですね、軽減してくれるサンダルとして、かなり人気が高いんですね。見ていただくと結構ですね、傾斜があるのがわかると思うんですね。この、かかとの部分からちょっと丸みを帯びて、このあたりが頂点になって、そこから前に向かって、ちょっとまた、 登っていくような形で、こう、半円を描くようなカーブになっていまして、まあ、結構足さばきがいいと言いますか、歩きやすいんですよね。これがね、まあなかなか不思議な感覚なんですよ。そして接地面がめちゃくちゃ柔らかくて、履いていてストレスにならないというところで、これはね、かなり履き心地もいいですし、あとはデザインもなかなかシャープなんですよね。 まあ通常のサンダルタイプなんですが、形もですね、少しこうシャープさもありつつ、やぼったさがない洗練されたシルエットになっていまして、これはね、一足買ってみたいなとは思っていたんですね。まあとにかく軽量で使いやすいと。これだったら、まあ先ほどのですね、ビルケンシュトックのチューリッヒに関しては、割と待ち着というか、そういった時に合わせたいなとは思ってるんですね。綺麗めのサンダルとしてのチューリッヒがあり、もう本当にこうアウトドアだとか、 キャンプだとかワンマイル的な要素で履くんであれば、このウーフォスがすごく使いやすいと思いますし、まあこれだったら僕はバチギでもなんか外しの要素で使うのもいいんじゃないのかなと思ってるんですね。オールブラックで色的には使いやすいんですが、ここで皆さんも一つ気づいた点があるかなと思うんですが、実はこれですね、通常のウーフォスのですね、リカバディサンダルではなくてですね、ここを見ていただきたいんですが、 ちょっと白っぽくなってますよね。スプレーでですね、ロゴマークをこう、浮き上がらせるようなデザインにしてあるんですが、これ、アンドワンダーというブランドの別注モデルになってるんですね。これ見つけた時には結構興奮して、すぐにポチっていましたね。オンラインで僕は見つけたんですが、非常にですね、これ、特別感があって、どっちも別注っていうところで、ミーハー感抜群なんですが、なかなか特別な一足に仕上がっているかなと思います。 アンドワンダーは僕結構好きなブランドでアウターとかも持っていますし、あとはですね、今度リュック欲しいなと思っているんですが、まあ本当にこうアウトドアブランドというカテゴリーの中でもデザイン性が高くて非常にですね、まあ、おしゃれが好きな方であったら結構名前は聞いたことがあるようなブランドかなと思うんですが、アンドワンダーも結構いろんなブランドとのコラボレーションをやっていまして、 昨シーズンはですね、モンクレールとコラボしていたりだとか、結構ですね、最近は勢いのあるブランドなんですが、そのアンドワンダーがウーフォスにですね、別注をかけたのがこちらのサンダルということで、まあ本当に別注ポイントとしてはこの、 スプレーでですね、ロゴが浮き上がってる部分だけなんですが、割と全面から見た時には、デザインの中ではですね、アクセントともなりますし、ブラックのシンプルなサンダルではあるので、その中ではですね、程よいアクセントとして、すごく機能してくれるかなと思うので、個人的には気に入っています。 値段がですね、ちょっと通常のウーフォスのものに比べると結構グッと上がってしまって14,300円ということで決して安くないところがまあ一つのネックにはなってくるかなと思うんですがまあ通常のウーフォスもすごくバランスもいいと思いますしちょっと特別感、人との違いを出したいのであればこのですね、別注バージョンおそらくですね、まだ現段階ではちょっと残ってそうなんですが きっとですね、人気が出るとすぐなくなってしまうと思うので、早めにチェックをしていただきたいなと思います。まあ、どんな風に合わせるのかというと、例えば、パタゴニアだとか、ノースフェイスだとか、そういったショートパンツですね。あと、グラミチとかとも相性がいいかなと思うので、少しカジュアルな、スポーティーなボトムスと合わせながら、このウーフォスのサンダル、コーディネートしていただくと、すごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目に購入したアイテムなんですが、結構ね、夏っぽいアイテムがですね、続くわけなんですけども、こちらですね、ショートパンツをね、久々に新調したんですね。はい、シンプルなブラックのショートパンツ。まあ、ユニクロのですね、ものは僕は定番で持ってますし、先日、無印良品のショートパンツもご紹介したんですが、まあ、そういった気軽に履けるものもいいんですが、ちょっとこう、自分の中でテンションが上がるような、ちゃんとした ちょっと値段は安くはないんだけども気分の上がる短パンもちょっと買い替えたいなということで僕が今回購入したのはこちらですね。なんだかんだでグラミチなのであんまり変わらないというところはあるんですがビームスとグラミチがコラボレーションした別注のですねこちらのオールコンディションショーツというものを購入しました。色はブラックですね。 まあいろんなカラーバリエーションありますが、やはりなんだかんだで使いやすいというところでは、ブラックは一本欲しいなと思ってまして、オリーブだとかダークグレーに関しては無重視良品のものがありますので、そちらを使いたいなと思ってるんですね。ですので、ちゃんとしたショートパンツというわけではないですが、気分が上がるものはオールブラックのですね、ベーシックなものを購入しました。まあすでにですね、ブラックのグラミチのパンツって僕は持ってるんですね。今からおそらく3年前だと思うんですが、 当時ですね、アーバンリサーチとグラミチのコラボレーションモデルを購入しまして、そのモデルは多分今年もあると思うんですが、ちょっとですね、ショートパンツのトレンドが変わってきまして、まあ、どんなところが違うのかというと、まあ、写真もこちら見ていただきたいんですが、竹の長さだとか、あとは裾の幅だとか、このボリューム感がちょっと今年は変わってきたなという傾向がありまして、 丈はやや長め。膝の中央からだいたい3、4センチぐらい、短いぐらいですね。これまでのグラミチョショーツに比べると、ちょっと長くなったかなという感じですね。 だいたい1.5センチから2センチぐらいなぁとなった印象です。あとは裾幅ですね。これもですね、これまでのグラミチに比べるとやや太さが出てですね、最近のトレンドのですね、ゆったりめのシルエットを程よく取り入れたような、そんなバランスになっているんですね。ですので、ちょっと買い替えたいなというのは去年ぐらいから思っていたんですが、ようやく雰囲気の良い,いものを見つけたので、こちらを購入しました。 ま、素材はですね、ポリエステル100%ということで、まあ、とにかくですね、扱いがしやすいんですね。薄くて、シワにもなりづらいですし、軽いというところが、ま、非常に使い勝手がいい点なんですね。そして、これ結構面白いのが、オールコンディションショーツということで、内側がですね、メッシュになっていまして、これね、そのままプールとかでも履けるような仕様になってるんですよ。で、まあ、ちょっと裏側を見ていただきたいんですが、 この部分ですね、実は大変申し訳ないんですが、このメッシュ部分、僕いらないので切りました。これ最近ボトムスで結構増えてきてるんですが、なんかまあオールコンディションっていうことで、まあ海とかプールでも履けるような水抜き機能がついてるんですが、履かないんですよね、海では。あくまでプールに行くときには、それ専用のパンツを用意して、履いてる方が僕は使いやすいなと思っているので、もう、 パンツは分けてしまうので、水抜きの部分があるとですね、結構履き心地があんまり良くないですね。下着のパンツを履いて、その上に履くと収まりが良くないので、僕はね、ランニングパンツとか、ナイキのものも結構そういうものが多いんですが、 結構それ切っちゃうんですね。まずはこの真ん中ですね。股の部分を真ん中にジョキッと切ってしまうと、それだけで結構履き心地は良くなるので、まあ皆さんもそこで悩んでいる方はですね、水き用のメッシュはもう真ん中からジョキッと切ってしまうといいかなと思います。それだけで履き心地はすごく良くなるかなと思いますし、まあそれだけでは飽き足らず僕はもう全部切って取ってしまったんですね。 そうした方が圧倒的に履きやすくなるので、そこはですね、ビームスさんに申し訳ないんですが、えー、大山の使い勝手のいい形で、えー、カスタマイズをさせていただきました。そのカスタマイズのおかげでもう履き心地も含めて十分使いやすくなりましたが、まあ、ディティールも結構凝っていて、この前から見たところもですね、タックが入ってるような作りになってるんですね。腰回りも少しゆとりがありつつ、全体的にもサイズ感はゆとりがあるというところで、 非常にですね、今っぽいパンツになっているんですね。ちょっとクラシックな要素も入っているかなと思ってまして、ここにもね、いわゆるこう D ンと呼ばれるような、こういった鍵とかが付けられるようなね、こういったディティールがあったりだとか、結構細かいところも凝って作られているので、個人的には今季いろんなコラボレーション、グラミチのものを見ましたが、ビームスのものが一番良かったので、こちらを購入しました。なかなかバランスが良かったです。まあ決して派手さはないんだけども、履いてみると丈の長さだとか、 サイズ感も含めてバランスが良く、生地感、ストレッチが効いていて、さらりとしていて使いやすいというところでは非常にバランスが良いので、よかったらこちらも皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、実は先ほどからずっと装着しているんですが、こちらのですね、ちょっと見えづらくて申し訳ないんですが、後で別撮りしますが、フュアレグシルバーのバングルを購入しました。 まあ最近ですね、ちょっとこういったバングル、まあ定番的な位置づけになってきまして、いろんなブランドから出ているんですが、 その中でもちょっとこう勢いを感じるのがまさにトゥアレグシルバーと呼ばれるブランドのものなんですね。アフリカのサハラ砂漠で生活をしているトゥアレグ族という方々がいらっしゃるんですが、その遊牧民の方々が手作業で作っているのがこのトゥアレグシルバーと呼ばれるブランドなんですね。これね結構細かな柄が施されているんですが、これをですね、手作業で彫り込んでいるというのがですね、この番組の特徴なんですが、 前々から僕も知っていて、ちょっと興味はあったんですね。ただ、ちょっと買う機会がなかったのは、僕はですね、バングルすでにたくさん持ってるからなんですね。愛用してるのはこちらのちょっと太めのバングルですとか、まあ、細いものでもですね、こういった縦のラインが美しいもの。ファンタスティックマンというブランドが僕は大好きで、ここのバングル3本ぐらい持っていて、もう十分なんですよ。正直ですね、これだけでも回ってしまうんですが、 ちょっと今年らしさだとか、今まで体験したことがないブランドも持ってみたいなということで、テュアレグシルバーを買ってみたわけなんですね。結構ですね、違いというのは明確で、こっちのファンタスティックマンとっていうのは、ちょっとこう、現代的なアプローチなんですね。なので、直線的で、非常にこう、仕上がりとしては、スタイリッシュ、モード感があるような仕上がりで、僕はこの感じ大好きなんですけども、テュアレグシルバーのものって、結構近くで見るとわかるんですが、 手作業で作ってるなという感じがめちゃくちゃ伝わってくるんですよね。ある意味でよく言えば味わいがあっていいし、悪く言うと結構ですね、ムラがあるんですよ。ほんとね、手作業感が満載で、そこが使っていくとなんか味わいがあっていいなというところで、なんかじわりじわりと良さを感じというのが、トゥアレグシルバーの一つの特徴なのかなと思いますね。 バングの中でもこれはですね、結構線が細いもので、だいたい一番太いところでも6から7ミリぐらいの太さで、そんなにつけていても主張が強くないんですね。これぐらいのものであれば、夏場にですね、腕につけていてもそんなにいやらしくないのかなと思うんですね。バングルというのも正直ですね、賛否両論があって、おしゃれが好きな方にとってはもう定番的な位置づけなんですが、まあ、女性から見るとアクセサリーってそんなにない方がいいよねっていうところで、キザに見えるんですよね。 なので、このあたりは、万人向けのものではなくて、好きな方であればぜひトライをしてもらいたいというところなんですが、このトゥアレグシルバーは線が細くて、なんかちょっとこう、アンティークっぽさもあるところが非常に魅力的かなと思います。そして価格面も結構良くて、安くないんですよ。2万円弱ぐらいで、決して安くはないんですが、結構ファンタスティックマンが値段上がってる感じがして、 これ、なかなか買いづらくなってるんですね。非常に良くて僕も大好きなブランドではあるんですが、ファンタスティックマンに比べると結構買いやすい価格なので、ちょっとこういったバングル系、意外とですね、トレンドの周期がそんなに早くはないので、1個買えばそれなりに長く使えると思うので、ちゃんとしたものを買って、夏場、結構腕回りが出ますよね。 時計とバングルというところは一つセットとして付けてもらうと全然オシャレ感というところが変わってくるので、テュアレグシルバーぜひ皆さんもチェックをしながら、結構ね、あの、同じものを見つけるのは難しいと思います。いろんなバリエーションもあるのでリンクを貼っておきたいなと思うんですが、僕は今季スティーブ・アーランというブランド、ショップで買ったものなんですが、まあこれ非常にバランスもいいと思いますし、その他にもいくつかおす,すめのものはリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、これまた先ほどから着ているですね、こちらのジャケットなんですね。ちょっと立ってみましょうか。こちらのジャケットをですね、購入しました。 僕にとって、ジャケットは結構ユニフォーム的な感覚で、スタイリングの仕事の際にも着ますし、あとはですね、こういった動画の撮影の時にも、なんかジャケット着てた方が落ち着きがあってすごく好きなので、こういったジャケットは着てるんですね。まあ今までですね、グレー系のスティーブン・アランのものを着たいだとか、あとは最近ベージュのジャケットよく着てると思うんですが、あれはですね、バレラというイタリアのブランドのものを着ていまして、 そして、もうちょっとバリエーションが欲しいなと思って今回買ったのが、これはですね、トゥモローランド系列のブランドなんですが、キャバンというブランドがありまして、ちょっとですね、通常のトゥモローランドよりも価格帯は上がってしまうんですが、素材の質感だとか、デザイン性だとか、そういったところをですね、より上質にまとめたのがキャバンというブランドなんですが、ここが僕大好物で結構いろんなものを購入してるんですね。まあ動画の中でも結構着てることが多いんですが、 プリント T シャツだとか、あとはシャツアウターだとか、そういったものも着てますし、今回新しく購入したのはこちらの デニムのジャケットなんですね。デニムというと、やはりですね、ジーンズのイメージが強いかなと思うんですが、僕はジーンズも好きなんですけども、それよりは、実はこう、ジャケットだとか、アウターにこういったデニム素材が使われているものが好きなんですね。その素材感をあえて大人っぽくジャケットに落とし込むというような手法、結構好きで、今までデニム系のジャケットだとか、あとはシャツアーターみたいなものはたくさん買ってきたんですが、これはね、個人的にずっと狙っていまして、 昨年の夏ぐらいかな初めて試着した時からめちゃくちゃいいなと思ってたんですが、なかなか値段がですね、気合が入ってるんですね。 ちょっと買えないなと思っていたんですが、まあこれはちょっとユニフォームとして僕の動画の中でも散々着たいなと思うので、この度ですね、思い切って買ったのがこちらのキャバンのジャケットになっています。まあ素材にはですね、シーアイランドコットンを使っていまして、まあ見ていただいてもわかるんですが、まあデニムではあるんですけども、光沢感が綺麗なんですよね。まあ通常のこう、本当にカジュアルなデニムというよりは上品な光沢感があって、なんかジャケットに仕立ててもすごく気栄えのつるような素材を使っているので、 その点もすごく素敵だなと思いました。あとはラペルですね。この襟の幅で全然ジャケットの印象は変わるんですが、こちらはですね、ピークドラペルになっていまして、襟の太さもですね、ややシャープになっていて、少しこうモード感が漂うような、そんな雰囲気になってるんですね。 ダブルのジャケットっていうと昔のこう不動産屋さんとかが着てるようなちょっとバブリーな印象があるかなと思うんですが、まあ、最近のダブルジャケットというのはちょっとこうモード感のあるようなゆったりさがありつつカーディガン感覚でさらりと着れるものが多いんですねですので僕はシングルのジャケットもまあ好きでたくさん持ってますが結構ダブルのジャケットが好きで 今手元に4着ぐらいあるんですね。まあ、こちらのデザインもダブルになっていまして、えー、外付けのポケットが付いてたりだとか、サイズ感は少しゆったりですね。これでサイズは S なんですが、少しゆとりがあります。腕も長さがありまして、ちょっとね、通常のビジネスで着るジャケットだと、まあ大体この指の先端からその先までがですね、10センチから11センチぐらいが理想的なんですが、ちょっと長めですね。 このようなゆとりのあるジャケットであれば、まあちょっと緩めに着て、長さもあってもいいかなと思うので、あえて袖の長さは直さなかったんですが、なかなかバランスがいいジャケットが手に入ったかなと思います。まあ、今回のように白系のプリント T シャツを重ねたりだとか、あとは白のバンドカラーシャツだとか、そういったものと、 合わせてあげるのもすごくバランスがいいかなと思っているので、なかなか気に入っています。まあ、ジャケットっていうのは結構仕事のシーンだとか、大事な場面で着ることが多いので、僕の中ではあんまりユニクロで買うことは多くないんですね。価格帯を抑えて買うよりは、ちょっと頑張って買って、まあそれなりに長く着るというのが個人的にはすごく気に入った使い方なんですね。まあ、スティーブン・アーランのグレーのジャケット、よく着てますが、 あれももう2年来たかな。だけどまだまだ僕の中では飽きていなくて、これから3年4年と着ていくと思いますし、こちらのキャバンのジャケットももう定番でやってるんですよね。去年からずっと継続でやってるものなので、こういったものってそんなに早くトレンドが変わるものではないので、ちょっと良いものを買ってなーっていう,というのもなかなかいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、少し背伸びをして、ユニクロだとか、グローバルワークだとか、それぐらいの価格帯のものを着てるのであれば、ちょっと背伸びをしてグリーンレーベルだとか、 ユナイテッドアルズだとか、あとはエディフィスだとか、そのあたりのセレクトショップ、あとトゥムローランドのジャケットは少し上がるんですが、結構仕上がりが良くて、僕はジャケット、トゥムローランド系列で買うことが多いんですが、そのあたりも含めて背伸びをしたジャケット使いもいいのかなと思います。もちろん先日購入したユニクロとマルニのジャケットもすごく良かったので、これも秋口ですね、オリーブ色なので、ガンガン使いたいなと思うので、今後ご紹介していきたいなというふうに思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、僕が最近買った夏のアイテムということで、5つご紹介させていただきました。まあ、意外とね、普段こういった動画って最近は撮ってなかったんですよね。というのも、やっぱりわかりやすいユニクロのテーマだとか、夏服5000だとか、そういったものの方が、動画としては多くの方に見ていただきやすいんですね。 なので、ちょっと気を抜くとですね、そっちの方ばかり動画を撮ってしまうんですが、まあ、たまには僕個人として買って良かったものだとか、そういったもの、動画としてはそんなにですね、回らないと思うんですが、皆さんにですね、いろんなファッションの幅をお伝えしたいので、これからも継続してですね、お届けしたいなと思うので、ぜひ皆さん、動画の感想だとか、あとはいいねボタンも押してですね、僕のテンションを高めていただけたら嬉しいなというふうに思っています。 こんな形で、こちらのチャンネルでは、メンズマッションの基本をですね、皆さんにお伝えしてるんですが、意外とこういったプライベートで買ったものだとか、あとは中級者的なアイテム、コーディネートの解説というのは、僕はもう一つ上してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、結構力を入れてやってますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか動画をですね、ゆっくり見る時間がない方って多いと思うんですね。 僕もそうで動画大好きなんですけど、なかなか時間がないので、ちょっとこう動画って見れないよなと思う方なんですね。そういった方のためにですね、オンラインサロンというものをやってまして、 専門のアプリがあるんですけれども、そちらで、写真ベースでいろいろとですね、おすすめのアイテムとかコーディネートの解説を行っていまして、だいたい一記事ですね、1分ぐらいでサクッと読めるようになってますので、まあ、そういった時短でですね、おしゃれのことを学びたい方は、オンラインサロンもぜひチェックをしていただきたいので、そちらも概要欄に貼っておきます。ぜひチェックをしていただければなと思っています。以上、スタリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。